玄関遠石はもう皆さん多分知ってると思うんで、あんまりここであんまり言いませんけれども、まあ、基本的にはメッセンジャー RNA の量を調べることなんですが、まあ、それにはまあいろいろ実験手法はありますけど、まあ、最近だとまああのマイクロアレイでやる人が多いですね。マイクロアレイに関して人とかマウスとかラットであらかじめいろんな臓器で、普通の臓器であのマイクロアレイっていうか、まあ、アフェトリックスのやつですけれども、やったデータはこのシムアトラス GNF っていうアメリカの、ノバルティスがまあお金出したゲノム研究所があって、そこが作っているシムアトラスっていうのを使えばある程度、あらかじめ見れます。でこれで発現があったら、それはそれに対して何か研究するのいいんじゃないかというフィルターには割と使えます。まあ、こういうのの使い方とかいうのも後でちょっと見せます。でタンパク質も当然発現解析って言ってやると思うんですけど、最近は人のいろんな組織に対してそれの、抗体を作ってですね、それの染まり方をこう調べるような、サイトも出てきてて、こういうヒューマンプロテインアトラスっていうのがも出てます。こういうのも後でちょっと使い方のサイトを僕ら作ってますんで、それにはこれがすでに収録されてますので、まあ見てください。後でちょっとそれの探し方とかは説明します。で、まあ、この辺からはちょっと知ってる話かもしれませんが、そういう遺伝子発現解析というのは、まあ、トランスクリプトーム解析ということが多くて、まあ、それは転写産物はトランスクリプトって言って、それの全体だからトランスクリプトームって言って、まあ、安易な意味なんですけど、結局はメッセンジャー RNA を調べてるというよりは、それを逆転写した CDNA を、まあ、見てるわけです。基本的には CDNA というのは、まあ、あのご存知の通りセントラルドグマの中からちょっと外れたようなところにある領域で、ゲノムをやってるっていう時にはこの辺のゲノムっていうこの実際の DNA のところを解析してるだけじゃなくて、広義に捉えて CDNA の全体を調べるようなのもゲノム科学ですよっていうのを、まあ、私たちが言ってきたんで、まあ、それを言ってて、まあ、DNA ゲノムの配列を決めるだけがゲノム科学じゃないですよってことを、まあ、これでは言いたいと。で、まあ、ゲノムっていうのはもちろんご存知の通り、まあ、あのどっから取っても一緒なわけです。あの、ね、マウスとかの実験してる場合は尻尾から取ったりとかしてると思いますけど、そういうわけでいろんな組織でも変わらない。でもトランスクリプトームに関しては組織でも変わるし、その取った時期でも変わる、そういう非常に可変な変わる発現量で情報量が多いんですね。特にゲノムでも、まあ、人でさえも3ギガ、これはハプロタイプゲノムだから本当はあの父親と母親からもらったんで2倍あるはずなんで6ギガぐらいで多いんですけれども、そんなもんじゃなくて、もうそのいろんな遺伝子に対していろんなそのステージでいっぱいあるの、もう測定しきれないぐらいこのトランスクリプトもあると思うんですよね。ですのでそれを全部やってしまって何かやってやろうっていうのはゲノムプロジェクト的な考え方はトランスクリプトにはできないと。そんなぐらい大きいんですけれども、まあ、そういう量だってことを分かって、それが量が多いからそういうのは、まあ、あのコンピューターを使って解析していかないとダメですよねっていうことがここでは言いたいです。で、まあ、でトランスクリプトもじゃあどうやって測りますかって言ってやってるのが、まあ、主にはこういう配列ですね。配列を読むというので CDNA 配列にしたものをこう片っ端から読むとい う, こう EST プロジェクト、まあ、エクスプレスシーケンスタグの EST の略ですけれども、それを、まあ、あの当然あの昔はそんなにいいスーパースクリプト使ってませんから途中までしか増えないので CDNA が3-EST というのが多かったんですけれども、まあ、技術的な革新からいろいろできて完全長 CDNA と呼ばれるものも、出てきてですね、まあ、割と全長にわたった EST というのが今は結構取れると思うんですけれども、まあ、そう言って分かってきたのが割とあのバリアントが多いというか、ある一つのステージでもいろんなこうサイズ の, あの遺伝子というか、まあ、トランスクリプトが出てて発現してて、それが本当のやつかようわからないというか、あの全部正しいというのが答えだと思うんですけれども、技術的な問題じゃなくてそういうふうないろんなものがこう生態の中では混ざった状態なんじゃないかというふうなのが、まあ、本当の病の像じゃないかというふうに私は思うんですけれども、とにかくそういうのは CDNA の配列情報というのはトランスクリプトの情報として昔から読まれてきたし今もこれでやってると思います。でそれのじゃあどれぐらい発現量があるかっていうのはその EST の数が何個あったかとかそういうようなやり方でやります。ハルクはそういうのをこうボディーマップっていうプロジェクトで阪大の松原健一先生のところがやってたりとか、ちょっと前だとその政治とかいうのであの NIH を中心にやってきたと思うんですけれども、まあ、それよりもマイクロアレイの方が
より安価でいっぱいのものに出してできるでしょう、いっぱいに電子出してできるでしょうということで、ここ10年ぐらいはずっとこれが使われてきています。 EST に関してはでもさっきも言った通りの3ダッシュ側と5ダッシュ側でこういっぱい広い部分が EST の配列なんですけど、まあ、あってある遺伝子に対してこうアライメントして、まあ、見るとかこういう遺伝子ごとの CDNA の完全腸の CDNA ごとのこういうあのデータベースみたいなのは、まあ、私自身も作ってきててですね、そういうものをまあ見てですね、こういう遺伝子の機能は何やろうかって考えることをやってきました。 ですが、まあ、いっぱいこう CDNA の配列がてか EST 配列が出てきていっぱいいっぱいあって困るので、遺伝子は結局その、まあ、2万か3万か10万か知らないですけどそれぐらいの数にしかないはずなので、まあ、あの同じ配列はできる限り同じグループにしてあの解釈しやすくしましょうっていうのがこのクラスタリングって技術で、まあ、同じ配列を一つのグループにするような、技術を、使われてきました。まあ、それ以外にゲノムが決まってればなんですけど、もともとこれはあんましゲノムが決まってないからこういうクラスタリングっていうのをこうやってきてたんですけれども、まあ、ゲノムが決まってしまったらじゃあそれがその EST がどこにあったかっていうのを8をこうマッピングしようと、どこにあったかっていうのをこうマッピングしようっていうので、マッピングってこともやります。でさらにそれがどういう機能を持ってたかっていうので機能を割り当てていこうというのでこう機能アノテーションっていうのも CDNA を得たら、まあ、皆さんやるわけです。で、まあ、クラスタリングなんかはこれちょっとなんか呪文みたいですけど、まあ、こんなところのサイト、これ実は NCBA のブラストそのものなんですけど、まあ、ブラストのこれはソースコードというかプログラムの元なんですけれども、これを取りに行ってこれをまあうまくコンパイルしたらこれの、こういう呪文を唱えればあのクラスタリングができるんですが、まあ、ポイントはこのマイナス N の T っていうやつで、このメガブラストっていうユニジーンを作るときにあのやってるこれプログラムなんですけれども、ユニジーンを作るのと同じあのやり方をすればあの EST のクラスタリングができるということです。ですが、まあ、あのこれをやるのは普通大規模な EST のプロジェクトやってる人だけだと思うんで、あんまりまあこんな風にやってるんだなってことさえ知っていただければいいと思う。で、まあ、マッピングっていうのは、まあ、ゲノム中のどっかに割り当てる作業ですと。で、昔はいろいろなこうプログラム、これ昔のちょっとスライドなんであれなんですけど、いろんなプログラム使ったんですけど、今はあのさっきの僕が最初に見せた方の UCSC のゲノムブラウザーのところにあった BLAT っていうプログラムを使えばこれ全部やってくれます。あのマッピングゲノム中にマッピングするんだったら BLAT が一番いいので覚えていただければいいです。こういうスプライシングされてるとこもちゃんと考慮して、BLAT はあのゲノム中のここに行きますよっていうのをあの返してくれます。これなんですけど、ここにあるブラッドってこれですね。これを使えばここにあるゲノムやったら大体できます。いっぱいありますけど、まあ、こんな生物種なら大体できます。で、まあ機能アノテーションなんですけど、まあこれ自身私理研でずっとやってたやつなんですけれども、つまりとある取ってきた配列がどんな機能を持つかっていうのをこう予測するわけなんですけれども、まあ、比較して決めるんですけれども、それを比較する対象っていうのはもちろんここに書いてある通りよく機能が書いてるものとか、なんか人間が書いてくれたデータベースのエントリーがいいとか、でそれ言ってる理由はなんか知らないけどシミラーとなんとかジーンって書いてあるのに、またさらに僕らがこう比較してですね、シミラーとシミラーととかそういうのを見たことあるかもしれませんけれども、そういうようなことが起こらないようにできる限り、まあ、信頼のおけるデータベースを作った方がいい。あとはまあ比較するときに、まあDNA 配列だから DNA 配列同士で比較する、核酸配列レベルで比較するとか、アミノ酸配列に翻訳してみてからそれを比較するとか、その DNA 配列の中にアミノ酸に翻訳した時に何かモチーフがないかとか調べてみるとか、こんなレベルで大体あの比較しててとかやるんですけど、こんなん全部一人でやってたらあのいっぱいいっぱいになっちゃうので、他人にいっぱいの人にやらせるわけです。で、そういうのをやったのがあのジャンボリーとか言われてるやつで、マウスでやった時のがこうファントムって呼ばれてて、ファンクションアノテーションのマウスっていうので、そういう人間を集めてですね、一個ずつこう機能を決めたやつを見てくださいってやって、これが正しかったら正しいボタンを押してくださいとか、そういうふうな、まあ、人間の知恵をですね、データベース化するようなアクティビティを、やりました。人でもエッジインビテーションっていうので、そういうのを真似して、やってくれたんですけれども、あのそういうデータベースが三層圏の方にありますね、エッジインビ。もうくどいんですけれども、発現、まあ、量はの解析はそういう EST の数を数えるのと、あの、まあ、マイクロアレイですね、マイクロアレイで実際やってるのはそういうプローブの蛍光強度を、まあ、測定するだけで、要するにスキャナーですね、スキャナーでこう読み取るだけで、ま
昔はこうアフィメトリックスは単色でアジレントは二色蛍光っていう、まあ、あの安易で良かったんですけど、最近はアジレントも単色蛍光やってるんで、これが話も当てはまりませんが、まあ、マイクロアレイは本当昔に比べるとかなり安くなってできるようになったと思います。ですが、まあ、マイクロアレイは一応、まあ、全ての遺伝子に対して測定できることになってます。で、使い方は割と汎用性がいろんなものを使えたりとかなんかあるんですけれども、やっぱりこの全ての遺伝子っていうのはちょっと僕はくせ者だと思ってて、実際にじゃあそのプローブがその遺伝子で正しいんですかっていうところが、割とその作ってる側も問題を持ってな問題じゃない、責任を持ってなくてですね、それが本当に正しいんかっていうのは割とあのどうなんでしょうとか、公共のデータベースがそう言ってるからっていうふうに、まあ、言うわけですね。まあ、それはちょっと、まあ、ここで言ってもしょうがないんであれなんですが、まあ、マイクロアレイの原理っていうのは基本的には、まあ、あの自分がやりたいやつとコントロールにするものとをこう違う台で、これ二色蛍光の場合ですけど、違う台で、ラベルしといて、あとでマルチプライヤーで違う色でこう色をつけてこう合わせてみるっていうのが一応二色蛍光で、まあ、単色蛍光のアフィメトリックスなんかの場合はそれぞれこう別の実験ごとにやって、あとでまあ重ね合わせるというか数値で重ね合わせるようなことをします。基本的にはまあ資料を調整して、ハイブリして、でそれをまああの蛍光強度を測定して、まあ、モモライゼーションして、比に直して、あとは自分で解析すると。まあ、そういう流れで、まあ、やるわけです。基本的にはこれ全部自分でやらなあかんんですけれども、まあこんなデータが返ってくるわけですね。スキャナーからこんなデータが返ってきて、まあ、Excel で読んでくださいって多分言われると思うんですけれども、まあ、実際に何がどこに入っているというのが、まあ、割と分かりにくいわけです。まあ、ですが、まあ、ソフトでまあ解析してくれたらこんな感じの、割と、ここには何が入っているというふうな、こんなデータが、まあ、出てくると思います。対数比にすることが多くて、まあ、あるコントロールと比較してどんだけ何倍になったっていうのが、対数比ですね。その比を対数で取ったやつで変化がなかったら、1倍ですから、それが対数で取ると0になるとか、で0より大きかったら発現上昇で、それが負の値になると発現減少っていうふうなので、まあ、見ることが多いです。まあ、そういうのをまあ解析すると。で、まあ、そういうのを解析する方法ってなんかよく全体を解析する方法ないんですかって言われるんですけども、それはまあ階層的クラスタリングとかなんか非階層的クラスタリングと呼ばれるような、まあ、その辺のソフト、解析のソフト買ったらついてるようなのでやるんですけれども、割とこの辺ってメモリーがいるので全体に対して階層的クラスタリングとかってやるの大変なんですけれども、まあ、その場合はですね、やっぱり自分とかがまあ興味がある遺伝子ですね、興味があると分かった遺伝子なんかを機能のアノテーションで攻めといて、それが100個ぐらいとかに絞ってなんか階層的クラスタリングとかしてこう図を作っていることが多いんで、図を作ることが私自身も多いんでやるといいと思います。それはちょっと今からそういうのの具体例をやります。まあ、これ階層的クラスタリングはまあ多分なんかものの本に割と書いてあって、まあよく似た遺伝子が近くに来るように配置する方法です。これです、こういうふうに、ちょっと時間がなくなってきたので飛ばしますけど、まあ、こんなふうに全然そういうふうには見えませんけど、よく似た遺伝子が近くに来るようにまあ並べるのがまあ階層的クラスタリングです。こういうなんか木のデンドログラムがついているのがまあ階層的クラスタリングの結果の証なんですけれども、こんなにたくさんやると割と大変なんで、普通はもうちょっと数が少ない状況でやります。それをちょっと実例を後でもうすぐ見せます。今その100個だけ限られた遺伝子で見なさいとか言いましたけど、じゃあそれをどうやって見つけますかって話なんですけれども、それをそういうのを最初から分かってたら実験する必要ないでしょっていうふうに言われそうなんですけど、確かにそうで、じゃあその発現変化が大きかった何個だけ見ようとか、そういうふうなアプローチでまあ見ていくといいでしょうというふうにいつも言ってます。発現変化が大きかったものをこう相当っていうかこう並べ替えて、大きかったもの順にこうディフィニッションを見るとか何とかってこう書いてるんですけれども、基本的にコンピューターにやっぱりたくさんあるから解析させたいんですね。じゃあコンピューターにじゃあ遺伝子の機能をこう、なんとかさせたいなというふうに考えた人がいてですね、その人はこのマイケル・アッシュバーナーさんで、この人はジーンオントロジーというのをそれで作りまして、ジーンオントロジーというのはその結局はその遺伝子の機能を書いた要望書なんですね。なんかこういろいろ遺伝子の機能をなんですか、同じ言葉の別の言葉で表現してるみたいなのがいろいろありますよね。アルアミノトランスフェラーゼだったりトランスアミナーゼって言ってみたりとかなんかいろいろしますよね。そういうのを割と統一しましょうと、用語集にした。でそれを、まあ、酵素エンザイムで、
網の木を転移するものでとかそういうふうに階層的に分類しようとしたんですね。それがジオン投資で、ジオン投資そのものにはあの遺伝子の名前とかね、実際の配列とか含まれてなくて、それを、まあ、あの実際の遺伝子名とかそれぞれの皆さん違う生物種で研究してますから、それぞれの生物種ごとに違うようにするっていうのはこのジーンアソシエーションとかジーンアノテーションと呼ばれている方で、ここであの、吸収しています。だからジーンオントロジーそのものは真核生物全般に、まあ、同じものを使っている。最近では真核生物とかそんなんじゃなくて生物全般にこういうのを作って、この GOA ゴアの方であの別の生物種自身とこう結びつけるようなそういうことを、してます。でこれを使ってやるんですけども、これもなんかしつこく何回も言うんですけれども、なんでこれすごく言うかっていうと、ジーンオントロジーの方はこんなんです。こんなやつで、なんかよくわかんないこうやつで書いてて、ジーンオントロジーの ID の GO コロンなんとかなんとかで数字で書いてるこの ID っていうのがジーンオントロジーの ID で、それにはこう機能が書いてるんですね。アルコ人間がわかるようなアルコールデヒドロゲナーゼで、ジンクディペンデントで、酵素番号にしたら 1.1.1 と、そういうふうになっています。で、ジーンのアノテーションの GOA の方はこんな風になってる。これはマウスですね。マウス独自的に使っているもんで、マウスで我々がその理研でやってた CDNA クローンだとこの番号だとジーン同士がこれでっていう風になってます。でここにエビデンスコード書いてるのはこれはね、あのこれを保証してる人ですね。これを書いたのはあのマウスゲノムインフォマティクスという MGI というチームが、要するにマウスのゲノムのデータベースを管理しているチームなんですけれども、彼らがそれをこういう行を付け加えましたというふうなエビデンスを足してて、それをやることであのこの人たちが言ってるものだけ取りたいとかそういうふうなのをコンピューターに知らせるためです。で、ここの ID が一緒だから、このクローン、この番号のクローンに関してはこういう機能を持つんだなってことがこれを通じることで分かる。で、これはあのなんでこんな行々しいことをするかというと、コンピューターにはこういうことをして やっとかないと1万個とか2万個になると、こんなこと1個1個人間がやってると大変なんで、こういうふうに書いてるわけです。で、そういうふうにしておくと、例えば ある組織で発現量が高かった100個だけ取ってきて、それの機能がどうでしたかっていうのをこう見たいといったときに、こんなグラフがすぐパッと書けると。だからこういうふうな感じでジーンオントロジーを記述しておけば、もう自分らで好きなように書けますと。こういうふうなグラフはすぐ書けますと。それは本当その通りなんで、そういうふうにすると、まあ、私自身じゃあ何をやってきたかっていうのをちょっと時間もないんでちょっと話しますけれども、代謝パスへのデータベースをずっと作ってきたんですけど、結局代謝パスへというのはそのあるメタボライト、そういうふうに代謝産物があって何かの酵素があって、その酵素がまた別のメタボライトを作ってという、そういうメタボライトエンザイムメタボライトのこうつながりなんですけど、それをまあ遺伝子はまあエンザイムだけというか、まあ、エンザイムは遺伝子から多分できているものが多いので、そのエンザイム酵素は隣の酵素がその次に酵素が何が出てくるかっていうのをこうデータベース化して、こうつながりのデータとして酵素をまあ書いていってコンピューターに計算させてみようと、そういうのでこういう KEG のデータベースの内部的に持ってて使ってました。でそれで何をやったかっていうと、こういうふうに発現量が高い低いっていうのを酵素のパスへにマップして、それがどういうふうにつながっているかっていうのをまあ調べてきたわけです。で、まあ、例えばこれは解凍系の酵素になっている遺伝子を全部、出芽酵母ですけど、イーストですけど、イーストで全部こうリストアップしたこういうデータベースを作って、ここに含まれているやつを全部マイクラインのデータベースから取ってきて、並べるとこんなふうになります。これ決してクラスタリングしたどっかのクラスターだけ取ってきたんじゃなくて、この順番に、こっち側からこっち側の順番に、取ってきたらこんだけ挙動が似てたんですけど、いくつか挙動が似てない遺伝子がいて、これとかこの黒四角で囲ったやつっていうのがなんか挙動が全然似てないんですけれども、この辺のやつっていうのはこの機能、こういうふうな機能を持つだろうってことが配列解析から予測されてここにリストアップされたんですけれども、これは実は多分スードジーンだって、まあ報告が実はじゃなくてあるんですけど、報告があって、この辺は配列タンパク質配列としては似てるんだけど、制御配列は違うために機能してない。だから発現パターンで似てない。だから発現パターンを使えばこの辺の機能っていうのもある程度予測できるんじゃないかっていうのを、まあ、これだいぶ前なんですけど言ってたんですね。だからマイクロアレイのデータっていうのをただ単にこう全部取ってきて、それをクラスタリングして何か見るんじゃなくて、こういう
代謝経路とかにマッピングして並べてみて、なんか違いがあればなんか言えるんじゃないかと、そういう、まあ、あの機能してるものしてないものというのがある程度なんか分かるような、こういう実例もこれは非常に極端な例ですけど出てくるんじゃないかなとっていうのが一つ、まあ、思います。で、同じようなことをマウスでやっても何も分からなくてですね、基本的にはなんかあのこの代謝経路にここの酵素をコードしている遺伝子をマウスで取ってきて並べてみてもこんな風ですね。でも実はこの場合は並べてみるだけじゃ何も分からなかったんで、その遺伝子だけをこうクラスタリングしてみました。そうするとなんかちょっと見えてきたのは、これマッスルだと思うんですけど、マッスル特異的にこう発現しているこう解凍系の遺伝子とか、あとはいろんな組織で上がっている、組織で働いている解凍系の遺伝子とかが同じ遺伝子の機能を持てても あると。だからつまり、まあ、いろんないっぱいタコピー、ゲノム中、マウスのゲノム中には酵素がコードされてて、ある組織特異的に働いているものもあればそうでないものも割とイーストに比べると多いと、まあ、そういうことが分かっただけだったんですけど、まあ、そうなんですね。まあ、それ以外にもなんかトリプトファン分解経路っていうのが、まあ、マウスのゲノム決まった時にこういうのを、まあ、見てですね、なんか結構今までと分かってないところがあるなっていうのを出発点に調べてみたんですけど、一つはデータベースが間違いで、ジオントロジーっていうのが酵素の技術ちゃんとやってなかったから、ここは機械ではマッピングできなかった、ここは実はあるのにできなかったという理由だったんですけど、ここの3つの方が何でか知らないけどないなっていう風になってて、じゃあなんでないのかなっていうので、ここのこういうところにある酵素っていうのを、まあ、やっぱり同じようにヒートマップで並べてみまして、これですね、ここのここにあったやつとここにあったやつ、当然ここはないですからないんですけれども、やってみると、まあ、これちょっと記述がちょっとまずいんですけど、13番でこれ、リバーで、肝臓です。で、06番はこれキドニーで腎臓で、10番はこれ心臓でハートなんです、ハートで心臓なんですけれども、こちらの方は確かに代謝経路がよく動いてるような肝臓とか腎臓で動いてる酵素だったんですけど、こちらの方は心臓で高いと。なのでなんかこれって一括には使われてないパステンなのかなとか思ってみたりとか、私自身はあんまりそれで実験を続けてやってないんで、これからどうなるか分かんないんですけど、こっち側の酵素の方にこちらの酵素反応なんか行きますって書いてますんで、こっち側の別のパステンの方にこっから行ってるんちゃうかとかこう思ったりとかして、まあ、終わったんですけど、こういうふうに、まあ、ある遺伝子の機能アノデーションを使ってあるなんか遺伝子だけをこう集めてきて、こういうヒートマップとかを作ってみると、なんか分かるようなこともあるかもしれないと。ただこれで僕はなんか遺伝子の機能解析を進めたわけじゃないんで、あんまり大きなことは言えませんけど、なんかそれにつながるようなことはなんか言えそうだなとこれで思いました。